話かなし、なしなし、まみたんでーす。イエーイ。今日はですね、ゆりいちチャンネルさんのゆりなちゃんが紹介していたヘアトリートメントを、いいかもと思ったので購入してきました。来ましたっていうか購入して届きました。よーい、スタート。まみたんワールド TV、 イエーイ。ということで、まみいつもあのくせ毛なので、半年に1回とかできる時に宿毛かけるんですけど、1ヶ月以上経つと宿毛してない、してるところもそうなんですけど、してないところはうねってきちゃうので、あのしてないところは伸ばしたりするんですよ。でしばらく経つとパサパサしちゃって、あの椿オイルとかつけるんですけど、最初はいいんですけど、だんだん毎日使ってるとダメになってきちゃったりするんで、トリートメント、洗わない、流さないトリートメントをコロコロ変えるんですよ。で、あの洗い流すトリートメントもいつもつけるんですけど、次の日になったりするとパサパサしたりして、もうやばいんですね、ダメージとかが。で椿オイルとか使って効く時もあるんですけど、なかなか効かない。湿気とかそういうなんかあれでなかなか効かない日もあるので、すごい悩んでて、で薬局とかで、あこれいいかもとか思って使うんですけど、匂いがすごい甘ったるい匂いで頭が痛くなっちゃったりして、結局結構余ってるのに使えなくて、結局椿オイルを使って頑張るっていうのが多かったんですけど、今回ゆりいちチャンネルのゆりなちゃんがその動画内でこれおすすめって紹介していたものがあって、それを早速 Amazon で調べて出てきたので購入したんですけど、それがこちら。ゆりなちゃんが紹介してたのはこっちなんですけど、これにプラスクリームなのにミスト、簡単サラ髪っていうのもあったので、ツヤサラがいいんですよ。マミツヤサラがいいのでどっちも購入させていただきました。で今回撮影前にあの綺麗にしないとマミちょっと嫌だなっていうのがまだあるので、一人だからなんですけど、ツヤ髪とサラ髪どっちも使いました。たらサラサラツヤツヤ、このサラサラツヤツヤを待っていたんですよ。マミはまとまりのあってサラサラでツヤツヤみたいな。でこれ毎日どっちも使うと、またマミ髪の毛がダメになるっていうか、言うこと聞かなかったりするので、たまにはこっちだけ、たまにはこっちだけ、時には両方っていう風に使い分けていこうかなと思います。匂いもあの頭が痛くなる甘ったるい匂いじゃなくて、とてもなんて言うんだろう、あの美容室さん、美容院とかで使ってくれるいい匂いの匂いなんだよこれが。だからいけるなと思って、だからこれをしばらく使ってみて、なくなったらまたいいなってなって、このまま使っても髪の毛が平気そうだったら今後これを使っていこうと思います。多分この感じだったらいけると思うんだけど、今日届いたので初日なのでまだわかんないんですけど、使っていってどうだったか、しばらく経ってからまた動画にあげようかなと思います。今日はとても良かったですっていう動画です。皆さんもね、ゆりなちゃんも押しているので使ってみてください。感想前も入れます。マミの髪の毛ね、すごいねしっかりしてるんだけど、アイロンとか入れて、宿毛かけるときにアイロンとか
入れてくれるじゃないですか。美容院さんとかはすごいってなるぐらい、なんかもうかけない方がいいですよって言うんですけど、最初でもやってるとはすごいっていうぐらいしっかり言うこと聞いてくれるので、かけるときはもう伸びた根元だけをかけるんですけど、もうここの毛先とかはやばいから、毛先もそうだし根元もここら辺とかもバサバサしたり、ここがバサバサしたりして嫌なので、いつもこの中間とか、あと前髪もそうなんですけど、なのでこれを今回撮影前に使ったらよかったので紹介しちゃいましたということで、また多分これに関しての動画をあげると思うんですけど、今の豆はゆりなちゃんおすすめのこのツヤ髪とサラ髪は、とってもツヤ髪を使ってたんですけど、ゆりなちゃんはどっちもいいなと思いました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。皆さんのおすすめのヘアトリートメント、流さないやつ、流すやつ、どっちでもいいので教えてください。それじゃあバイバーイ。